はい。皆さん、こんにちは。今日はダヴィンチリゾルブがバージョン18になったということで、早速インストールをしてみました。いろんな便利な機能が強化されたということは、情報では聞いているんですけれども、僕は自分に関係のあるプロキシジェネレーターというソフトが一番気になりました。いわゆるサク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 動かすために、 プロキシデータを作っているわけですけれども、今までは最適化メディアというのを作ってやっていたんですが、バージョン17からプロキシメディアというのが採用になり、そして今回の18で、今画面の中央にありますように、プロキシジェネレーターライトというのが別ソフトとして立ち上がっています。 左のタスクマネージャーのところを見ていただいたらこのようにダヴィンチリドルブということで2つのソフトが立ち上がったように見えるんですが中を見ると上の方はダヴィンチそのものそして下の方はブラックマジックプロキシジェネレーターという風になっていましてかなり CPU を使ってオレンジになっていますようにプロキシを 今作ってくれているというところです。このプロキシというのはこの画面の下の僕の場合は2つのホルダーをこのように設定しています。ここをいつも監視するようにしてここにファイルが入ったらプロキシメディアを作ってくれるというような別ソフトということになります。僕はもうかれこれ 3時間ぐらい前からこれをやっていまして、スタート時は5時間ぐらいだったんですが、あと残り2時間ぐらいになっています。このようにしてプロキシメディアを作って、ダヴィンチの操作性をサクサク動くように、軽いデータで編集をするというのが目的です。これをきっちりやっておくと、面倒のようなんですが、ダヴィンチは とってもサクサク動くようになります。ただしこれを作っている間は本当に CPU のウェイトが大きいです。じゃあちょっとラビンチの画面に切り替えます。これはもう以前に作ったファイルなんですけれども、プロキシメディアを作ってあります。プロキシメディアを作るというのはここででも作ることができます。プロキシメディアを生成というところを押せばできるんですが、 それができたらどうなるかと言いましたら、ここにありますように音符マークの隣に小さなアイコンができています。これはプロキシメディアがあるということです。プロキシメディアについてはいろんなところで設定の方法があります。基本的にはダヴィンチリロルブの環境設定のところでどこにプロキシなどを作るかというような 設定が必要です。そして、ファイルのプロジェクト設定のところでも、マスター設定のところに、最適化メディア、レンダーキャッシュというのがあります。ここでも、プロキシメディアの解凍度というのがありますので、僕はあえて小さく4分の1にしています。ここで、使うサイズというのを設定することができます。その他も、 プロキシメディアのフォーマットということで、ここで H264 を選んでいます。それはどうしてかというと、今作っているプロキシメディアは、ここにもありますように、H264 でできているということになります。そうしまして、あとは最適化メディアを作るときはいろんな情報から、この DNXHRHQX とといいいいいうううののののににししてておくのががいいい情報が多かったので、僕はそのようにしています。このような設定をしまして、さらに再生のメニューから最適化メディアがある場合は使用だとか、その下にはプロキシのハンドリングのことが書いてありまして、プロキシをここで使わないのか、もしくは使うのかみたいな設定があります。また、 タイムラインはどういうような解答度で表示するのかということがありまして今は僕はなるべく軽いように4分の1とかいうふうにしていますこれハーフにしますとここの表示が少し綺麗になったりします自分の PC に合わせて色々設定することになりますしまだ18が出たところなので僕の今日のお話も おいおいお前間違ってるぞというようなこともあるのではないかなと思いつつも皆さんに早く伝えたくって自分なりにやっています僕はスピードエディターというコントローラーを持っていますのでジョグを回すとこんな感じですこのように早く タイムラインを送ることができます。まだバックグラウンドではプロキシージェネレーターが動いておりまして CPU メーターもかなり厳しい状態になっています。このように出してみるとわかるんですけれども、もう 100%振り切っているような状態です。タスクマネージャーを見てみても72%と44%。そしてパフォーマンスのグラフは GPU がこのような状態になっていまして、こうやって時たまは剣を突くぐらいの GPU の使用率になっています。CPU は CPU でこのぐらい高く利用されています。 僕の PC はここにありますように Core i7 の 6700K と言ってもう本来は Windows 11では適用外ということでアップデートはできないはずでしたけれどもそれを少しレジストリーをいじったりしながら Windows 11に変えましたでもとっても快適です Windows 10で使っていた時よりも安定性もありますし 画面表示速度も GPU の使い方がとってもいいのか、すごく早く画面表示などがしていて、気分よく使っています。そういうことで、カット編集画面であっても、このようにかなり早くスクロールができます。こここここれ、いいいのは、は、アイディなんですす。けども、もううもしのも見ましょう。にて、ててどうて AI る見っまを

でも、この4分の1でも十分で、さほど問題がありません。ですから、ここは僕はクォーターもしくはハーフにしています。このようにストレスなくダヴィンチリゾルブを使うということが、 最適化メディアとプロキシメディア、キャッシュ、そういうものをうまく使って、いわゆるビデオの解像度の小さな影武者というか、複製の小さな解像度のデータを使って編集することによって、パソコンの能力がひ弱な PC であっても、ダヴィンチはとっても軽快に編集ができます。皆さんも面倒であっても、 プロキシのメディアを作って編集をしていただくと軽快にできると思いますので、これからプロキシメディアのことをいろいろ一緒に勉強していきたいと考えています。まずはダヴィンチリゾルブの新しい18というのが2日ぐらい前に発表されたようでしたので、簡単に使ってみた感想などをお話しさせていただきました。ぜひとも プロキシメディアを注目して活用してみてください。村長スタジオでした。